博物館で昆虫を担当している山崎です。で今日はですね、収蔵庫に収められている200万点超える、昆虫の中からラコレクションっていうすごく貴重なコレクションをですね、紹介したいと思います。でラコレクションは大体12万点ほど昆虫は入ってるんですけど、今年からですね、ラコレクションからどんどん展示を出していこうということで、まず5月は大きな昆虫を集めて展示をしたいと思います。5月の展示で、目玉となるですね、昆虫をこれから紹介したいと思います。こちらです。5月のですね、巨大な昆虫展で目玉となる昆虫はこの世界最大のカミキリムシです。オバケオオスバカミキリというカミキリで、南米のですね、熱帯に生息しています。で巨大っていうことで有名だけではなくてですね、熱帯雨林の減少でどんどん個体数も減っているので、標本としても貴重な標本です。ぜひこの標本見にですね、一泊の枝これ展に来てください。ちなみにですね、日本最大のカミキリムシはこのシロスジカミキリです。先ほどのオバケオオスバカミキリと比べるとですね、いかにオオスバカミキリの方が巨大かっていうのがよくわかるかと思います。毎月カリオエダコレクション展が5月から4階のサロンの休憩コーナーで開催されます。毎月ですね、変わった昆虫月替わりで展示しますので、ぜひ皆さん足をお運びください。